はい、今回はこちら修理していきたいと思います。ちょっとね、電源をオンにしても動かないんですよ。これ何かっていうと、ゲームボーイミクロみたいな感じですが、違くてですね、いわゆる現在の中華エミューの始祖的存在なんですよね。ディング A320 と言うんでしょうか。まあ当時ね、生きていてガジェット好きだったらほぼ手にしちゃうんじゃないかなっていうぐらい、これね、完成度が高かったんですよ。まあそれはさておき、まずは修理なんですね。バッテリーが干上がってると思います。ネジが4本後ろで止まってます。ゴム足を外してね、全部取っちゃえば、あとはね、パカって開けるんですけど、これね、気をつけなきゃいけないのは、裏側のシェルにもちょっと配線がいってますね。なので、なんだろう、この正面から見た場合、上側をこうパカって開けてあげる。これね、爪がついてますね。爪がありますので、ちょっとね、押してあげるとパカッと外れますとは言っても簡単ではないんですけど、まあ簡単っちゃ簡単、そんな難しくない。ただなるべく爪は折らないようにといった感じですね。この奥にスピーカーがね、上のシェル、まあ正確には裏側なんですけど、ついてますんで、まあここはね、特になんか接着してるわけでもなく外れます。ちょっとここが干渉してんのかな、なんだろう、若干両面テープか、なんかね、くっついてますね、スピーカーが。外れました、外れました。ちょっとね、ちょっとしたのがついてますんでね、まあこんな感じで。バッテリーでかいっすね、バッテリーでかい、うん、非常にでかいぞこれ取れちゃったか。まあただくっついてるだけなんでね、 LR ボタン取れましたけど、これが今回交換したいバッテリーとなりますね。結構でかいけど、結構スリムだな。スリムなやつ売ってるかな、このサイズで。最近ね、結構分厚いんですよ。後でちょっと測ってみたいと思いますけど、これもね、両面テープでガッチリですね、くっついちゃってますね。なんかネジとかで外すって感じじゃないので、まあ無理やりでいいのかな。基板を傷つけちゃうといけないんでね、ちょっと様子を見ながら、ちょっとグイグイグイとやっていきますが、かなりカッチリついてますね。で、頑張って開けたら、まあ取れました。まあこんな感じでね、普通にプラスマイナスでくっついてるだけです。で、物差しで測ったら、縦35ミリ、横90ミリ、データ的には100ミリと書いてありますけど、で、厚さがですね、後々出てくると思いますけど、5ミリですね、5ミリ。書いてありますけどね、05っていうのが、厚さになります。実際ノギスで測ると 4.6 でしたけど、5ミリぐらいだと思います。まあそんな感じでね、それと同じような形、同じような型ですね、買えばいいと思います。で、ちょっとね、ここで不思議なことが起きて、なんだろう、この後充電できるようになったんですよ。充電できるようになりました。なんかね、ダメだったのはよくわかんないんだけど、なぜ治っちゃったのかってのはよくわかりませんが、とりあえず起動するようです。今まであるだけね、ちゃんとね、充電したんですけど、動かなくて、ああ壊れちゃったと思ってたんですけどね、なんと動きました。うんなんかこじ開けた衝撃で、接触不良だったところが治ったんでしょうか、よくわかりませんが、動くようになりました。その後ね、充電してまあ1時間ぐらいプレイしてましたけど、普通に切れることなくできました。で、こちらがね、まあ、ほぼ最初の中華エミューと言われます。日本に流れてきたやつが。まあ、ミクロと似てますが、ボタンの数が違いますね。で、ボディのね、なんでしょう、ツルツル感は、この DS ライトの白に近いんですよね。まあ、こんな感じで、大きさの比較になりますけど、まあちょっと DS ライトを小ぶりにした感じでしょうかね。でもミクロよりはでかい。けどスリムというのが特徴があると思います。非常に当時ね、なんだろう、その界隈ではね、みんな流行ってましたよ。自分の周りはあんまりいなかったけど、もうこれはね、素晴らしいと思いました。うん。まあ当時はっきり言っちゃえば、PSP なんかでね、エミューを動かしてたと思うんですよ。
だってあれは自分でいろいろとエミュレーターをね、組み込んであげなきゃいけないとか、まあ若干、それなりの知識、まあ大体みんなね、この手のことは大好きだから、マスターしてっちゃうんですけど、まあ手間がありますよね。それに対してこちらはもうあらかじめエミュレーターが入ってます。で、今出したのは拡張外部ストレージですね。16MB になってましたけど、メガですね。16MB。で、これね、ミニ USB とミニ SD カードですよ。なんとも。あ、マイクがついてます。マイク。とリセットね。これボイスレコーダー機能もついてます。で、LR。で、電源のオンオフですね。あと、ホールドもあります。まあ、そんな感じ。で、ここ LR ですね。なので、まあ、スーファミ、アドバンスなんかも可能ですね。ちょっとね、ゴム足一個なくなっちゃってて、ネジが丸見えですけども、うん、こんな感じで、A320 という型番ですね。A330 もあるみたいなんですけど、あれはね、若干これの後継機ではありませんので、気をつけてください。出来が悪いと言われてます。320はなかなかいいです。ただ、まあ今はね、いっぱい中華意味溢れてますんで、これ買う必要はないと思います。で、ムービーだ、ラジオだ、レコードだ、ピクチャーだ、これライブラリーね、ebook、本ですね。テレビなんてもう見られるのかなブラウザーっていうのはね、なんだろう、ファイルブラウザーかな。うん、そんな感じですね。これがシステムセットということで、まあ、なんでしたっけ、設定ですね。ゲームはね、ここだったかな。インタラスティングゲーム。まあ、面白いゲーム。つまんなかったらどうするんでしょうかって感じですが、はい。マリオ。マリオですね、定番は。まあ、当時ね、このサイズでマリオをプレイできるっていうのはすごく嬉しくて、あ、ボタンがなんかおかしいな。ちょっとね、ボタン設定直しますね。L でジャンプしてましたけど、違うぞ。動かないな。動くは動くけど、ジャンプがなんか連射になっちゃってる。壊れてるっていうか、設定がなんかバグってますんで、直しますね。まあ簡単にボタンをね、チェンジできます。あ、いきなり戻ってきたから死んでもうたけど。ではちょっとやってみましょうか。ファミコンぐらいだったら全然ね、問題なく動かせます。若干トロいかなって気はするんだけど、まあ、プレイに支障は出ないぐらいかなって感じがします。すごい、ワンフレーム、ツーフレーム気にする人は、厳しいかもしれませんけども、若干もたつき感はあるけど、あれ、なんでしょう。そんなにひどくない。だから当時結構最高峰なね、ファミコン互換機とも言えると思いますよ。ファミコン互換機も結構大きだったんだよね、当時。これも若干ね、音がね、変になる時あるけど、ほとんど、わからんぐらいな感じですね。なので、まあ、サウンドの再現度も高いかな。あとね、スーパーファミコンは結構きつかったです。処理的に。きついかなと思いましたね。かなり遅延してます。もたついてます。そうだ。もう一度言っときますけど、これ全部ね、マイクロ USB じゃなくて、ミニ USB なんですよね。まあ、PS3、PSP でおなじみなんですけど、で、ミニ SD カードです。ミニ SD カードね、通常はこのね、変換器を使って SD カードサイズに直さないと、なかなか刺さらないと思うんですよね。まあ、こうすれば SD カード扱いになりますんで、非常に、何ら変わりがありません。これでいいと思います。まあ、こういう過渡期のハードだったってことがね、このミニシリーズということでわかると思います。ミニ SD、ミニ USB ということでね、まずミニ SD なんてあったのかっていう人もそこそこ出てくるんじゃないかなって気がしますけど、ミニ SD カードです。マイクロじゃありません。いや本当にね、今小さくなりましたよね、 SD カード。最後に実行スピードを見ておきましょうか。実行スピードね、まあ簡易的な測定になりますけど、 GBA、カービィのセツナの見切り回を使っていきます。23はやばいですね。ちょっと待って。25か。ちょっとね、今手かじかんでんですよね。16。ちょっとね、今、すごい勘で早めに押しちゃった。
ダメだ。手がね、今日、このエリアね、すげえ寒いんですよ。マイナス3度を朝記録したんで、ちょっともう一回、手がかじかんでる。うん、おう。17ぐらいかな、感覚として。これ、17、8ぐらいな感じがするな。17、8ぐらいな感じ。おお、ちょっとね、今、山感もある。ちょっと早めに押した。ダメだ。最大14。14ね、ちょっとね、若干、早めに押しちゃいました。こういった感じで、まあ大体7フレームぐらい遅延してるかな。GBA に関して言えば、気がしますね。スーファミはかなりきつい感じがしました。まだまだ当時ね、スーファミのエミュレーションをね、当時の中華ハードでやるにはきつかったのかなって気はしますけどね。まあいわゆる約15年前の中華エミュの子孫になりますね。本当にこれ出た時は衝撃的ですよ。今までね、いろいろ頑張って、PSP とかでエミュやってたんですけど、これ1台で、まあ結構できちゃうということでね、衝撃の1台でした。で、本来修理する予定だったんですけど、無事でした。ではまた。